皆さんこんにちは。少し前にこの木漏れ日のお部屋を買ったんですが、ご覧の通りまだ家具を何にも置いていません。エルサがいるだけです。それでなんかいい家具がないかなと思って探したらメルカリで見つけました。はい、それがこちらです。椅子やテーブルがまとめて売られていました。まあまあ、ママばっかり買ってずるいずるい。あ、きっとそう言うと思って、ほら見て、プラレールの箱根登山電車買っといたよ。やったー。それじゃあ僕はこれで遊んでくるよ。バイバーイ。あ、行っちゃった。それでは早速開けてみましょう。はい、まずは椅子4つ開けてみました。これって確かナチュラルリビングとかなんとかいうセットに入っていたものですよね。でもなんで色が違うのがあるんでしょうね。あの、どなたか詳しく知ってる方コメント欄にお願いします。次はテーブル開けてみました。この色はこっち側の椅子と同じ色ですね。こちらの椅子ですとちょっと色合いが違っています。はい、次にパーテーション開けてみました。こんな感じになってます。こんな感じで立たせることができます。次にこの椅子を開けてみました。ちょっとベンチっぽいかな。あ、木漏れ日のお部屋の外に置いたらいいかもしれませんね。はい、次にこの椅子を開けてみました。これね、折りたたみ椅子になってます。ちょっと組み立ててみますね。で、ちょっとここに緑色の何かが付着してるんですが、多分これは出品された方がジオラマ風に作ってて庭の芝生か何かを貼り付けちゃったのかな。まあ、椅子の底の方なのでこの程度だったら特に気にならないですね。で、ここの模様を見るとこれでセットだったようですね。ただね、色が微妙に違ってます。これも私何のセットに入ってたのかわからないので、わかる方はぜひコメント欄にお願いします。はい、次にこんなテーブル開けてみました。ここが回るようになっています。これは私持ってます。ちょっと持ってきます。はい、今私が持ってるのがこちらの方。こちらが今回メルカリで買った方ですが、色がちょっと違いますよね。こっちの方が濃いですね。こちらの方は今販売されてるバージョンですね。ですのでこちらはその前のバージョンかな。もう廃盤になってると思います。そして椅子が4個ついていました。はい、でこちらの下に並べた方が今発売されてる方ですね。私が持って元々持っているものです。色が違うんです。古い方のは白いんですが、今販売されてるバージョンは緑のお花が入っていますね。はい、じゃあ次に小物です。バスケットのようなものが4つ入っていました。これは子供用のバケツかな。クマの形で可愛いですね。これなんでしょうね、雑誌とか入れるのかな。そしてこの2つは同じ形ですが色が微妙に違いますね。はい、さらに小物入ってました。これは子供用のじょうろですね。それからシャベル、同じものが2つ入ってました。そしてこれ可愛いですね、パンダのカメラですね。先ほどのバケツにシャベル入れときましょう。入るかな。はい、はい、最後になりましたがスケッチブックが入ってました。ちゃんとこう一枚一枚になってますね。わ、細かい。すいません、もう一つありました。これ輪投げですね。わ、可愛い。これそれじゃあ木漏れ日のお部屋は日当たりがいいから猫さんのお家ってことにしようかな。猫さんファミリーどうぞ。やったー、新しいお家だ。それでは家具を配置してみます。はい、まずこちら側です。猫のお父さんとお母さんがコーヒーを飲んでいます。今回これはついてなかったんですけど、テーブルの上に何もなってなかったので足してみました。はい、こちらが子供部屋です。子供たちが輪投げをして遊んでいます。そしてここにはガチャガチャの猫の人形を置いてみました。そしてこちらのザルの中には黒猫ちゃんが寝ています。じゃあ今度は外に出て遊んでみよう。はい、パカ、わーいわーい。じゃあこの辺で遊んでみよう。
シャベルで掘ってみよっか。よいしょ、よいしょ。あれ？あ、あれ？宝箱が出てきたよ。中には、なんとお宝がいっぱいだ。いやー、庭からとんでもないものが出てきてしまいましたね。では今日は、メルカリで買った椅子とテーブルのいろんなセットでした。それでは皆さん、また見てくださいね。バイバーイ。